ノースムーアストリートの辺りから南を見た、後継西11丁目に立つ753から57、グリニッチストリートアメリカ同時多発テロ事件直後、破壊されたワールドトレードセンターの近くのバークレイストリートとの角から東を見た光景。グリニッチストリートはニューヨークシマンハッタン区を南北に走る通りである。この通りの北端は、ミートパッキングディストリクトのキューバ番街とガンゼボート、 ストリートとの交差点、南端はバッテリーパークであり、途中 BG ストリートとリバティストリートの間の区間はワールドトレードセンターサイトによって分断されている。現在進められているこのサイトの再開発によって、この通りは再び一本につながる計画である。この通りと交差する主な東西に走る通りは、北から順にクリストファーストリート、ハウストンストリート、キャナルストリート、 およびチェンバーズストリートがある。グリニッジストリートは、ミートパッキングディストリックと、ウエストビレッジ、ハドソンスクエア、そして、トライベッカなど様々なネイバーフッドを通過する。スプリングストリートより、北の区間は北行きの一方通行で、南の区間は南行きの一方通行となっている。グリニッジストリートもともとは、グリニッジロードと呼ばれていたとグリニッジアベニューの名前はもに、 かつては、首都は、独立した地方であった、グリニッチ村に由来している。この地域は、ニューヨーク市が北へと拡大していく中で、市に組み込まれた。グリニッチは、緑の村、を意味し、ウィッチの語尾は、ラテン語のビカスから、ザクセン語のウィックを経て派生した。この二つの通りのうち、グリニッチストリートは、景色がよく最短で、グリニッチビレッジへ行ける人気がある道であったが、 19世紀にハドソン川が埋め立てられ、川岸が遠ざかるまでは川の水が氾濫することがあった。18世紀後半までにグリーニッジストリートの南の区間はニューヨーク市で最も流行の住宅が集まる地区の一つとなった。通り沿いには4階建ての連邦様式の大邸宅が並んでいた。一方で、この通りの北の区間は職人、小売店主、 そして解放された黒人の集落となっていた。グリニッジストリートは1820年には選ばれし、住所としての地位を維持していたが、1850年代までには、裕福な住人たちはより北の地区に移っており、この通り沿いの支度は一般的ではなくなった。この場所に長く留まった人物には、ホテル経営者のエヌ・エーモス・イーノがいる。彼は一度ここから去っており、 彼の娘によると彼は移民の宿泊施設に取り囲まれていた。1873年、バターチーズ取引所がこの通りに開業した。そこは毎日乳製品が届けられる貨物列車のターミナル駅からそれほど遠くない場所であった。1882年までにニューヨーク蒸気会社の蒸気生成プラントの一つはグリニッジストリートとデイストリートの角に位置していた。 19世紀初頭、サーカス団長ジョンビル・リケッツはニューアンファシアターをグリニッジ・ストリートで開業させた。これは EN ・ヨーゼフ・フランスはマンギンの設計で彼のイクエストリアンサーカスを見に来たマンギンの観客でにぎわっていた。このサーカスの売りは、道化師、綱渡り、曲芸師、曲乗り師、マウンテッド・インディアンズ、そして花火であった。これは、 さらに150年前、現在のグリニッチストリートとウォーレンストリートの角の近くにフランシスタバーンのサミエル・フランシスによって建てられたボグゾール・ガーデンズの伝統を引き継いでいた。ボグゾール・ガーデンズには、ロー人形館や花火イベント、アフタヌーンティーカフェがあった。1824年、1818 18年にアメリカにやってきた画家のトマス・コールはグリニッチストリートの屋根裏部屋に住みつき、 彼の作品を地元のショップに展示していた。詩人、作家のエドガー・アランポーは1844年から1845年の短い期間、この通りの宿泊施設に住んでいたが、通りの不清潔さとハマグリとナマズを売る、露天商人の喧騒に不平を漏らし、この場所を気に入っていなかった。1800年代半ば、この通りには EN、マダム・レストルの直販店があった。 彼女は望まぬ妊娠の中絶のためのピルを販売していた。グリニッジストリートは子供を産みたい女性のための参加施設が位置する場所も兼ねていた。1846年、彼女の競合相手が流した彼女が殺人を起こしたというデマに起こった群衆が、グリニッジストリートの彼女の本社に詰め寄り、彼女をニューヨークから強制退去させようとし、40人の警察官が、 ようやく事態を収めた。事業が成功し金持ちになったレストルは幾度も逮捕されたことがあるが、トラブルを収集させるだけの資金を賄うことができた。最終的に彼女は5番街と52丁目の角に邸宅を建てた。1867年、技術者のチャールズ・ T ・ハービーは、ニューヨーク州議会から短い高架線の延伸を、実験として建設する許可を得ることにこぎつけた。 この路線はバッテリープレイスの北のグリニッチストリートに位置し、半マイルの単線式で2つの固定機関を両端に備え、モーターで前後に駆動される車両とケーブルでつながれたもので、1868年6月には試運転の準備ができていた。ハービー自身はジェイグールドとジェームズ・フィスクの陶器によって引き起こされた1869年の暗黒の金曜日で破産したが、 彼が設立した会社は幾度もの再編を経て1872年にニューヨーク高架鉄道会社として結実した。この会社はグリニッジストリート上の単線の高架路線を9番街から30丁目までを走る蒸気機関車を運用していた。この路線はハドソンリバー鉄道のターミナル駅に接続できるようになった。最終的にこの路線は9番街高架線となり、 その後1940年に解体された。ニューヨーク市地下鉄 IRT ブロードウェイ -7 番外線は、グリニッジストリートの地下を BG ストリートからグリニッジストリートの南端までを走っている。WTC、コートランド駅及びレクターストリート駅がその区間上にある。パストレインワールド、トレードセンター駅は BG ストリートとグリニッジストリートの交差点に位置している。 ワールドトレードセンタートランスポーテーションハブがグリニッジストリートとチャーチストリートの間に建設されておりディストリート通路及びフルトンセンターを通じてワールドトレードセンターの周りの5つの駅を接続することになっている。またバスはアップタウン M11 バスがグリニッジストリートをベイトンストリートからガンゼボートストリートまでの区間を走っている。クロスタウン M8 バスは クリストファーストリートを西向きに、西10丁目を東行きに沿っており、それぞれグリニッチストリートを横切る。同様に M21 バスは、ハウストンストリートを西行きに、スプリングストリートを東行きに走り、それぞれグリニッチストリートを横切る。出展参考文献。ありがとうございます。